皆さんこんにちは、美容ブロガーのみやみです。今日はですね、スキンケアの中でも最も大切な最初のステップ、クレンジングについてご紹介していこうと思います。で、このクレンジングの中でもやはりポイントメイクを落とす時のポイントいくつかございますので、実際に百貨店のお手入れ会でも行っている基本的な落とし方ご紹介していこうと思います。まずポイントメイクを落とす際に必要なものがこちらですね。ポイントメイクリムーバー、こちらメルビータのタイプを私は使っています。フラワーブーケアイメイクアップリムーバー、目にもシミないですし、綺麗に落ちてお肌に優しいので気に入ってますとですね、あとちょっと薄めのコットンを、こういったちょっと薄めのタイプのコットンを4枚と、綿棒ですね、4本、そしてちょっとこういうふわふわの繊維がプレスされていないタイプのコットンを用意しております。これで片目を落としていくというイメージです。マスカラオフするときにしっかりとリムーバーを含ませる専用の綿棒を作っていきますので、作り方ご紹介いたします。こちら私使っているのが無印のコットンですね。すごくふわふわで起毛しています。このように多少ちょっと真ん中から裂いていただいて、ふわふわを出すようなイメージでここにコットンを巻きつけていきます。そうしますと繊維がどん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 巻きついて、このような感じで、このような状態にまずなります。これをですね、くる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 っと巻きつけて、こう根元をキュッとこんな風に収めるようなイメージですね。はい、こちらでふわふわの綿棒が出来上がりました。通常の綿棒と比べますとこのような形ですね。大きさが多少違うっていう以外に、やはり肌当たりがとても柔らかくなりますので、マスカラを落とす際にまつげが抜けにくくなります。この状態のものを左右1本ずつ作っていきます。くるくるくるっと取っていただき、この状態から巻きつけていきます。はい、これで、片目ずつ落とすセットが出来上がりました。ふわふわの作った綿棒1本と通常の綿棒ですね、そして薄めのコットンが2枚です。はい、ではこのようにまず片目ずつ落とすセットを作りました。では実際にメイクをオフしていこうと思います。リムーバーつけていきます。指の間に挟んでいただいて、このようにリムーバーつけましたら、眉の上を押さえて1、2、3と心の中で唱えていただき、外に向かってスライドさせます。で、この時にですね、顔の外側に向かってスライドさせるのは OK なんですけど、逆向きに行くとたるみの原因となりますので、必ず外に向かって取るようにしてください。私眉ティントしているのでほとんど今分かりにくいと思うんですけれども、一応しっかりとこのような感じで取れてます。はい、では先ほど使っていただいた面裏側にしていただきまして、今度はアイシャドウを取っていきます。で、アイシャドウの際は横にスライドさせるのではなくって、縦にゆっくりと、その時目のカーブに合わせて、まず中心、内側、外側という風に優しく取っていただくとより綺麗に取れます。はい、このような感じでアイシャドウが取れました。次マスカラを落とすんですけれども、ここが一番デリケートで、まつげを抜けないように大切に大切にクレンジングしていかなければなりませんので、新しいコットンをご用意ください。で、こちらですね、2つ折りにして使っていきますので、中央よりやや外側に縦の目幅ぐらいのサイズでリムーバーをつけていただきます。このような形ですね。そうしましたら半分に折っていただきます。この丸の状態から半分ですね。で、この半円のコットンができましたら、次は先ほど作っていただいた綿棒を使っていきます。たっぷりめにリムーバーを染み込ませていきます。このようにちょっとひたひたなぐらいにリムーバー染み込ませていただきます。そうしましたら、このようにコットンの上にまつげが乗るような状態にまずセットしていただいて、こちらの綿棒で押さえて
リムーバーをしっかりと染み込ませていただきます。こうやってこうゆっくりゆっくりと少しずつこうなじませて、マスカラが緩んできたなと思ったら綿棒を回転させて汚れをコットンと綿棒に移し取っていくようなイメージで動かしていきます。この際必ず横には動かさないように、縦に縦に回転させるようにして綿棒を使っていきます。このようにどん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 汚れがついてきましたよね。これ自分で見るのも楽しいです。でこうやってコットンでガードしてマスカラを取っていくと、この汚れがまぶたに付着することがないのでとても清潔です。はい、この状態でもうほぼほぼマスカラがコットンに移りました。あー、なんかこれをすいませんお見せするのは辛いんですけれども、はい、このような状態で綺麗に取れてます。そして先ほど汚れてしまった面とは逆側、反対側に一度折っていただきまして、綺麗な面で今度はこの綿棒を使って下まつげのマスカラを取っていきます。下まつげはどうしても細かい作業しやすい方がいいので、こちら側はコットン巻きつけずに細い状態のまま使用しております。でこちらを折っていただいて際を取っていきます。はい、このようにこちら側のメイクがほぼ落ちました。では最後にですね、残っている綺麗な状態の綿棒で、際を拭っていきます。どうしてもまつげの際とかこう最後に綺麗な綿棒でチェックしておかないと汚れが残っているので、こうして最後綺麗な綿棒でチェックしていただきます。はい、このような感じで少し汚れが残ってました。これでポイントメイク落としは完了です。で反対側も落としていきます。両方落とすことができました。ちょっとステップが多くて初めての方には大変かもって思うかもしれないんですけれども、毎日毎日必ずやらなければいけないわけではなくって、ちょっとしっかりめにメイクした日ですとか週末時間がある時にちょっとやるだけでも全然違いますので、ぜひお試しください。私はこのままちょっとディープクレンジングの方の動画も撮ろうと思いますので、よろしければそちらの動画も引き続きご覧になってください。最後までご視聴くださりましてありがとうございます。またよろしければチャンネル登録、コメント、評価よろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いいたしましょう。